仏説魔漢にゃーらみた信用漢字財を作業人犯にゃーらみた字証券語雲海空洞一切空役者利子四季不意空空意四季時期即税空空即税四季重創業四季薬部尿税社利子税商空創雨商雨滅空上雨増雨減税航空事務四季無重創業四季無限二美税新意無四季商工未即王無限海内四無意四季海無無名薬無無名人内四無老子薬無老子人無空重滅動無知薬無徳異無症等工房大サッタエハンニャアラミタ更新無ゲゲ無ゲゲ公無空オンリー一切天道無双空境年安三世勝負世安にゃあらみた高徳安のくたら三脈三宝大高知安にゃあらみた税大人衆税大名衆税無上衆税無等等衆の上一切空真実高校説安にゃあらみた衆即摂衆圧ギャテギャテアラギャテアラソギャテボジソワカハンニャー神妙2015年11月2日23時を過ぎました。 FC2 の皆さん、ツイキャスの皆さん、ネットラジの皆さん、こんばんは。工房くんカフェ中の人です。今日はだいぶ寒い一日でしたね。今年っていうか今回、冬になって初めてヒーターを焚きました。無理をしないで暖かくした方がいいですね。昨日はですね、高野山はすごい人で7000以上、金剛峯寺にご参拝の方がいらっしゃっていたそうで、職員さん相当大変だったみたいです。今日あったいいことは何だろう。今日はですね、すごい朝起きたらですね、食べるものが何もなくてパンの耳しかなかったんですけれども、そのパンの耳でかりんとうっぽいものを作ったらなんか妙に美味しくってちょっと幸せでしたというわけでですね、仏弟子の告白を読んでいきます。昨日はね、アングリマーラーのところを読ませていただきましたので、今日はその続きでございます。仏弟子の告白、テーラガーター、中村はじめ役、岩波文庫、二重ずつの四句の修正、第892句、母と父、姉妹、親族、兄弟を捨て、五つの欲望の対象を捨て去って、アヌルッタは瞑想にふける、第893句、舞踊や、かようになずみ、尿鉢って分かりますかね。鉢とは我々は言いますけれども、関東の方でジャンボンっていうんですか、ガシャーンって叩くやつありますよね。照明を唱えながらね、あれですね。ガシャーンって叩くのは鉢で、尿の方はあれですね、ドラですね、いわゆる。バチで叩くんですけどね、定義の時にしか使わないのかな、これは。続けます。尿鉢の音に目を覚まし、悪魔の境界を楽しんでいたので、私はそれによって症状に達することはできなかった。症状はスティですね、つまり、下脱のことです。続けます。894句、しかるに今では、これを乗り越えて、ブッダの教えを楽しみ、あらゆる激流を乗り越えて、アヌルッタは実に瞑想にふける。第894句、乖微なる色形、音情、味、香り、触れられるもの、これらを乗り越えて、アヌルッタは実に瞑想にふける。第896句、少女は托鉢から帰ってきて、友もなく一人でいる。汚れなきアヌルッタはボロの布切れを探し求める。第897句、思慮あり汚れなき少女アヌルッタはボロの布切れを選び取り洗い染めて閉じてきた。いわゆる袈裟でございますね。袈裟は拾ってきたですね、ボロ布、あるいはもらうかもしれませんけれどね、
それをですね、まあ、誰も欲しがらない布ですね、それを、まあ、ボロになっている部分、まあ、使える部分を切り取ってですね、それでまあ洗ってですね、それでまあ染めるわけですね。誰も欲しがらない汚らしい色に染めるわけですね。これを餌食、色を壊すと書くわけなんですけれども、まあ、その色がですね、まあ、いわゆる袈裟色なわけですね。で、閉じて、まあ、パッチワーク状にして、それで切ると、そういうわけですね。898句、欲が深くて満足することなく、人々と交際し浮ついている人がいる。その人にはこれらの汚れた悪い性質が存する。第899句、しかるに心を落ち着けていて欲が少なく満足していて心が散乱することなく、人々から遠ざかり離れることを楽しみ、心に喜び、常に精霊努力している人がいる。まあ、精霊勤め励んでいるわけですね。第900句、その人には悟りに導く助けとなるこれらの良い性質が存する。彼は汚れのないものであると、大仙人ブッダは説かれた。仙人って言ってしまうと、何か中国の山の奥にいそうな気がしますけれども、まあ、そういうわけじゃなくてですね、まあ、インドの、まあ、仙人っていうと、レインボーマンを思い出しちゃうんですけど、そうじゃなくてですね、リシとサンスクリット語では言うんですけれども、まあ、神通力を持ったですね、何かそういう、超人のような人がいるわけですね。続けます。第901句、世間における無常の死は私の意向を知って、神通力によって心の働きだけで表し出た身体をもって近づいてこられた。第902句、私があれこれと思慮を巡らしていた時に、それよりも以上のことを死は説かれた。妄想しないことを楽しむブッダは、妄想することのない境地を説かれた。今日昼間ね、由意識の話をしましたけれども、人間の心の状態は、まあ、色気重層、違う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 、弦二尾舌心に、それぞれの感覚器官ですね、弦二尾舌心の5つの感覚器官、に、まあ、対応している、まあ、色気、まあ、心とですね、それからそれを、まあ、統合するような心意識とですね、それからその、無意識に、まあ、浅い無意識の部分、マナ式と深い部分の無意識、荒屋敷があるというお話をしましたよね。で、それが、まあ、全て消滅するという境地が、まあ、あるというふうなお話を今日はさせていただいたと思います。深く深く瞑想していくと、徐々にこれらの、まあ、色気、心がですね、消えていくわけですね。超越していくわけですね。割と最初に消えるのが舌、味覚の世界と、あとは嗅覚の世界って言ったのかな、触覚の世界とかね、徐々にこう順番に消えていくわけですね。さあ、続けていきます。第903句、私はブッダの説かれる真理を知って教えを楽しんで生活していた。3つの明智が体得された。ブッダの教えの実行が成し遂げられた。第904句、私が王がしないで座っている行、これは上座、不我、要するにずっと常に座っていて、まあ、横たわらない、その修行をですね、始めてから55年が経過した。無気力な物うさを根絶やしにしてから25年が経過した。第905句、心の安住せる核のごとき人にはすでに呼吸がなかった。欲を離れた生者は安らいに達して亡くなられたのである。ここはですね、マハーパリニッパーナスートラン、ブッダ最後の旅ですね、涅槃、第8涅槃行のあたりに詳しく、まあ、書かれております。第906句、ひるまぬ心を持って苦しみを耐え忍ばれた。あたかも灯火の消え失せるように心が解脱したのである。第907句、今や接触を第五のものとするこれら、
これらの認識の対象は聖者にとって最後のものである。ブッダはまどかな安らぎに入られたのであるから、その他の思考の対象は存在しない。第908句。天女に答えて言った。ジャーリニーよ、ジャーリニーというのは罠にかける女性、罠にかける女という意味ですね、もはや神々の群れのうちに再び住むということはない。生まれるのを繰り返す迷いの生存はもはや滅ぼし尽くされた。今や再び迷いの生存は存在しない。第909句。彼は一瞬のうちに千回も世界を見通した。かの修行者は大梵天のごとくであり、梵天というのは世界を作った神様ですが、神通力という徳に関しても、生死を知ることに関しても自在であり、適当な時に神々を見る。第910句。私は以前にアンナバーラ、アンナバーラというのは食物を運ぶ人という意味ですね、アンナバーラという名のもので、貧しくマグサを運ぶものでした。かつて有名なウパリッタという修行者を供養したことがあります。ここからはですね、このアヌルッタ長老のですね、前世の過去世の物語なんですね。続けていきますね。第911句。そのゆえに私はサーキア族の家に生まれ、釈迦族の家に生まれですね、アヌルッタという名で人々に知られていました。舞踏や歌謡に明け暮れし、尿鉢の音に目を覚ましました。第912句。ところが私は何者をも恐れぬし、全く悟りを開いた人にまみえて、彼を信ずる清らかな心を起こして出家して、家なき状態に赴きました。第913句。私が以前に暮らしていた前世のありさまを私は知りました。私は作家として生まれて33天のうちにいたのです。作家というのはいわゆる帝釈天ですね。第914句。私は人間の王として7度国を統治しました。四辺に至る全世界を征服し、四辺、東西南北、ずっとですね、ジャンブ州というのはインド、全インドというふうな概念ですね。例えばインドはこの頃はですね、16国に、大きく16の国に分かれてたといいますけれどもね、統一をすることもたまにあるんですけど、全部きちんと統一するということはあまりないんですね。で、その全インドの主として刑罰によることなく、武器を用いずに理法によって人々を、統治しました。第915句。ここから7度、またそこから7度と14回の輪廻にわたる生存を私は知りました。その時に私は神々の天界にいました。第916句。5つの四分を備えた瞑想において心が静まり、精神統一がなされた時に私は心の落ち着きを得ました。私の天眼、天眼つまり天の目と書きますが、これはいわゆる透視力、透視をする力、見通す力ですね、千里眼のようなものですね、天眼は清められました。第917句。5つの四分を備えた瞑想に従して、生きとし生ける者どもの生とし行き来ること、このような状態、あのような状態で生存していることを私は知りました。神通力ですね、来世を知る、来世や過去や未来を、ごめんなさい過去や未来を、見通すような力ですね、そういう状態を、そういうものを知ることができたと。第918句。私は死ブッダに仕え、ブッダの教えの実行を成し遂げました。
思い荷を下ろし、迷いの生存に導くものを根こそぎにしました。第919区バッチ族のウェールバ村において、竹の総林のうちで一つの竹の下で生命が尽きたならば、汚れなく安らぎに入るでしょう。アヌルタ長老。このアヌルタという人は、サンスクリットのアニルーダ、アニルッタですね。漢訳ではアナリツというふうに言われます。仏弟子のうちでは天元第一、その千里眼を持っている人ですね。アヌルタに関する伝説は種々様々で、必ずしも一致しない。若干の書伝によると、アヌルタは釈迦族に生まれたが、かつては貧しい、食物運搬人であった。先ほど、出てきましたよね、アンナバーラというあだ名というかですね。しかし彼は出家して55年間上座不我、ずっと座りっぱなしでですね、決してこう横たわらない、そういう修行をして物憂さを滅ぼし、バッチ族という人たちの、ヴェールバ村の竹林で亡くなった。他の書伝によると、彼は仏教信者マハーナーマの弟で、マハーナーマはマカナンなんていうふうに訳されますが、釈尊のいとこにあたる。釈尊の教えを聞いている最中に居眠りをしてしまって、それで釈尊に怒られちゃうんですね。それからですね、怒られたから、そこで奮発してですね、私は絶対に眠らないと、目を閉じないと、こういうふうに言ってですね、それで、一生懸命そういうふうに修行していたら、ついにその失明をしてしまうんですね。目は 肉体 の、 その目は失明してしまうんですけれども、しかし知恵の目を、心の目を開いて、それで、釈尊の死の直後にですね、みんなね、嘆き悲しんで、大泣き号泣してるわけなんですけども、そういう弟子たちを慰めて激励したと、こういうふうに言われています。時間が少々厳しいですが、今何時でしょう、23時34分、次でね、20ずつの四句の修正終わりますので、次読んでしまいます。第920区、道の人パーラーパリアが花咲く大きな林に座し、一つの対象に心を向け、人々から遠ざかり離れ瞑想していた時に、次の思いが生じた。第921区、世間の主最上の人ブッダが世に増しました時には、諸々の修行僧の振る舞いは今とは異なっていた。今では昔とは異なっているのが認められる。正直ですね、これが編纂された頃にはですね、少々ね、教団の中にも堕落した、出家者ビクたちがいたということなんでしょうね。第922区、衣を持って寒風を防いで身を守ること、恥ずべきところを覆うだけのことはした。彼らは適量のものを受容し、縁に従って得たもので満足していた。第923区、微味なる食物であろうとも、粗悪な食物であろうとも、少なかろうとも多かろうとも、ただ生きていくために食べた。彼らは食欲となることもなく、幻惑されることもなかった。第924区、生命を保つための必需品や医薬や、またその他の必要なものに対して強く欲求することはなかった。ただそれらが煩悩の汚れを滅ぼし尽くすようにと願っていたのである。第925区、森の中では木の下で、岩窟や洞窟の中で、遠ざかり離れることを専念しつつ、それを目指して暮らしていた。第926区、心構えが低く謙遜であり、
質素で温和であり、心が固くなることなく、汚れに染まることなく、おしゃべりになることなく、目的を考えることに思いを凝らしていた。第927句。それゆえに彼らの歩み、食事、習わしは清らかで明るかった。彼らの振る舞いは油の流れのように滑らかであった。第928句。あらゆる煩悩の汚れを滅ぼし尽くし、偉大な瞑想者で大いに利益をもたらすものである彼ら長老は今や亡くなってしまった。今やそのような人々はわずかである。第929句。もろもろの優れた特質と知恵とが滅び去るがゆえに、あらゆる優れた美典を備えた勝利者ブッダの教えが滅びる。なんかこういう予言とも言えそうな、こういう悲しい詩が伝わっているのは何とも遺憾なことでございますね。続けます。第930句。もろもろの悪しき特質と煩悩とのはびこる時期である。遠ざかり離れることを実践している人々は、まだ正しい教えをいくらか残している人々であって。第931句。それらの煩悩は増大しつつ多くの人々に侵入する。悪鬼が狂人と戯れるように、それらは愚人と戯れるのだと私は思う。第932句。それらの人々は諸々の煩悩に制圧されて、煩悩の元となるものを追ってそれぞれ走ってゆく。自らものを捉えた時に大声で叫ぶように。第933句。彼らは正しい教えを捨てて互いに争う。彼らは誤った見解に従ってこれこそ優れていると考える。ちょっと中村先生の注釈なんですけど、ここで誤った見解に従って、誤った考えを持つというような書き方をしていらっしゃるんですけれども、しかしですね、最初期の一番最初のその仏教の考え方では、見解を立てるということ自体が、誤っていると、何の見解も持たないということが仏教らしいですね。さあ続けていきます。第934句。彼らは財と妻子等を捨てて家を出て行ったのに、一晩の時期を乞うためにさえもなしてはならないことをなすのを習いとしている。第935句。彼らは腹が膨れるほどに食べて背を下にして伏している。この背を下にしてって、仰向けに寝ているということなんですけれども、これはですね、子供の寝方なんですね。インドでは教養のない人たちとかですね、修行僧はですね、右脇を下にして寝ないといけないんですね。で、頭を、北に向けてですね、お釈迦さんの寝方ですね、あれが理想なの寝方なんですね。確かに胃腸もその方が休まるという話を聞いたことがありますね。さあ続けていきます。目が覚めると雑談をしている。雑談をするのは死の禁ぜられたことであるのに。第936句。あらゆる職人の技術を重んじてそれらを習得するが、内心は安らかではない。これが修行者としての生活の目標なのである。第937句。彼らは塗料、油、粉末、水、座具、食物を世俗の在家者たちに送って、返礼としてますます多くを得ようと望んでいる。第938句。楊枝、カピッタの果実、花、噛む食物、鉢に満ちた豊かな托鉢時期、マンゴーの実、アーマラカの実をも送ってますます多くを得ようと望んでいる。第939句。医薬に関しては医師のように
なすべきこととなすべからざることに関しては在家者のように、装い飾ることに関しては遊女のように、権威に関しては王族のように振る舞う。第940句。彼らは官詐なるもの、欺瞞する。官詐っていうのは、なんて言うんでしょうね、偽り事というかですね、悪賢いというような意味でしょうかね。欺瞞するもの、偽証するもの、放埓なものなどがあって、多くの術策を弄して財を受有する。第941句。種々の口実を設け、手立てや術策を弄することを追求し、生計を立てるために手段に頼って多くの財を蓄える。財を蓄えるということはね、本来はあってはならないことですけどね、今更って気もしますけど、続けます。第942句。彼らは会議を開催するが、それはわざわざ業務を作り出すためであり、真理を実現するためではない。彼らは他人に法を説くが、それは自分たちの利得のためであり、実践の目的を達成するためではない。第943句。彼らは教団の収容生活の外にありながら、教団の利得に関して争う。残機の心のない彼らは、残機は恥じることですね、他人からの利得に得て生活していながら恥じるところがない。第944句。ある人々はそのように剃髪し、従衣をまとっているが、従衣重ねた衣ですね、三重に普通はいわゆる袈裟ですね。袈裟というと、今は一番上につける四角い、布一枚のような気がしますが、本当は3枚あるわけですね。それで人前に出るときは3枚重ねて切るわけですね。続けます。修行に努めないで利得や供養を得ることにうつつを抜かし、尊敬されることだけを求めている。第945句。このように種々の事柄が過ぎ去ると、今やあのように未だ体得しないことを体得し、またすでに体得したことを守り続けるということは容易ではない。第946句。あたかも履物を履かないで、棘のある道をしっかりと心落ち着けて歩むように、少女は村の中を歩めよ。第947句。昔のヨーガ行者を追憶し、彼らの行いを思い続けて、たとえ今が最後の時となろうとも、不死の境地を体得せよ。第948句。未知の人、5つの優れた働きを収容した人、バラモン、仙人であるパーラーパリアは、再び迷いの生存を繰り返すことを滅ぼし、以上のことを語ってサーラジュの林の中で窓から安らぎに入った。パーラーパリア長老。お釈迦さんと同じような死に方をしたんでしょうかね、入滅の仕方をしたんでしょうか、入滅宣言ですかね。四句の要目、20詩ずつの四句の週には、アディムッタ、パーラーパリア、テーラカーニ、ラッタパーラ、マールンキアプッタ、セーラバッティア、アングリマーラと、天元のあるアヌルッタと、パーリパリアと、世にも名高いこれらの10人がいる。シクは200とさらに45ある。実際は244ありますね。以上20ずつのシクの修正終わる。今時の坊さんはというのがこの頃からあったってことですね恐ろしい。以上、仏弟子の告白、テーラガータ中村はじめ役、岩波文庫、20ずつの宿の修正終わります。ギャテギャテアラギャテアラソギャテボジスワカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジスワカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジスワカハニヤシンギョウナムダシェンジョウコンゴナムダシェンジョウコンゴナムダシェンジョウコンゴナムダイミョウジンナムダイミョウジンナムダイミョウジン。願に宿徳行一切加藤吉祥海愚成仏道。はい、ありがとうございました。それではおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン、また明日。あとね、